皆さん、こんにちは。最近、中国の治安管理処罰法の改正案が物議を醸しています。中華民族の政治の損なう、中華民族の感情を傷つける行為を禁止するとの内容が盛り込まれていますが、いわゆる違法行為とは中華民族の 静止の損なおとされる衣服やアクセシリーの着用のほか、記事の作成などで違反すれば交流と罰金の科すとしています。中京の全国人民代表大会は治安管理処罰法の改正案について現在、国民から意見を募集していますが、 法律の専門家や政治評論家などが相次いで懸念を表明しています。今日は中共の治安管理処罰法の改正案についてお送りします。では中華人民共和国の治安管理処罰法の,その修正のところから、えー、どこが、あのー、修正するのかですね、そのところから入りましょう。えー ここですね、あの、第34条が今、今回ですね、何か追加される内容だと言われています。また具体的な内容を見ましょう。第34条はですね、このように書いてあります。次の行為をした者は、5日以上、10日以下の交流が課せられる。または、1000元以上、3000元以下の罰金が課せられる。 上場がより深刻な場合は10日以上15日以下の交流が課せられる同時に5000元以下の罰金が課せられる場合があります、えー、ここですね内容はあの6つあるんですけれども6あるんですけれどもここ問題となっていることですねあの皆さんが今議論していることはこの第2と第3ですだからこの2つを見ましょう 第2はあ、公共の場所で中華民族の精神や感情を損なうとされる服装やアクセスリーを着用したり着け,けたりするもの、あるいは公共の場所で強制的に他人に中華民族の精神や感情を損なうとされる服装や アクセスリーを着用させたり、着、えー、けさせたりするものですね。一つは自分がこのような服装を着ることですね。もう一つは他人にですね、強制的に、えー、何かというと着用させることですね。ここで問題となるのはですね、えー、どんな服装かですね、決まってないです。これがうちの大きい問題ですね。あ,あとまだ詳しく全部説明しますけれども、どこが問題かかるかですね。 第三はです、ねえー、中華民族の精神を損なったり中華民族の感情を傷つけたりする品物やあるいはあのー、言論を作ったり配布したり宣伝したり広めたりするもの。 だからいろんな文化的なものですね。例えば映画とか写真とかそんなものって全部含めて、記事とか含めてですね、文化的なものがあるんだとですね。ここでさっきも話したんですけれども、あ非常に曖昧のことがあるんですね、内容が。例えば、中華民族とは何かて誰が中華民族か一人続けられたらね、漢字中国に一人が漢字を続けられたら、それが中華民族の代表になるのか、あるいはです、ね、服装、どんな服装は、 あの違法なものになるのかあるいはアクセサリーですねどんなものがあればつければそれが問題なのかですね具体的に書いてないですで私がですね今考えるのは私は法律専門家ではないですけれども少なくともですね 禁止法と罰則をするときにはね、具体的なそのに言わなきゃいけないですね、曖昧的に言っちゃいけないですね、そうすると法律を執行する人がですね、 法律を乱用することがあるから。だから私が考えるのではですね、罰則には具体的な条件が必要だと。あ少なうこともですね、これ以上あると思います。私が専門家ではないですから、私が自分が思ったことですね。第一は犯罪者の具体的な犯罪行為ですね。えー、例えばですね、あの殺人したと。 これは具体的に人を殺したと、あるいは人を罵ったと、あるいはです、ね、あの物を盗んだと、万引きしたとか、そういうものが具体的になきゃいけないですね。えー、まだです、ね、具体的な被害者がいなきゃいけないですね。えー、もちろん被害者がいないときも、例えば、あのー、交通ルール違反してです、ね、赤信号を 無視したとすすれればあの罰金されるんですねそんな時は被害者がなくてもそれが法律違反だから、具体的に違反したものがあるから、罰金になるんですけれども、えー、例えば被害ですね、被害者がなければいけないですね、具体的な被害,被害者ですね、あの具体的じゃなくて大体どの、例えば共産党とか自民党とか、そうすると、 それが具体的な、えー、人にならないですね。まだ被害者の具体的な被害部位と被害状況があるんですね。例えば、殴られた場合、どこが,です、ね、頭,が頭にかあの怪我したと。だ怪我したらどこまで怪我したのか。そんなものがですね、えー、具体的になければいけないです。しかし、ここではないですね。例えば、一つ一つ分析してみましょう。どのような問題があるかですね。 えー、犯罪者の具体的な行為ですね。ここ,で行為あのここではですね、中華民族の精神やあ感情を損なおうとされる服装やアクセスリーを着用したり着けたりすることですね。では、服装とはどんなものが服装なのか,なのかですね。 多分これはあできないですね。日本の服装だから。皆さんもですね、あのー、何回も記事を見たことはあると思いますけども、中国では和服を着た人がですね、中国人にいじめられてる、中国人がですね、着いてもですね、だめだと。で、これは多分ですね、えー、今回の法律ではですね、罰則になるんですね、罰金されるんですね。しかし、しかし、これはですね、これは多分問題ないでしょう。 これも洋服ですよ。洋服。これは西洋のもの。先はですね、和服ですけれども、和服は実はですね、 ここもあ見えたんですけれどもこれは五服とかですね五服とは中国のから来たものでしょこのように唐の時代から日本に伝わってきたのがその和服ですねそれで何回も何回も改良されてですねそれから今の服をになった和服ですけれども実は日本の服を着るのは中国の,その中間民族の感情を続けることではありません一部の人がですね多分感情的には 傷つけられると思うかもしれないんですけれども、実は民族として中国を、この民族としては傷つけられてないと思います。しかし、これはですね、これは西,西洋のものは、本当に中国のものとしていかなる関係もないものです。しかし、この処罰法が、うん あの例えばですね、有効になってからは、この服装は多分あ、パッキンされないですね。この服装を着た人は、和服を着た人は多分、パッキンされるかもしれないですけども。だから、ここで問題にあるんですね。具体的にどんなものがあの中華民族のその感情を傷つけることになるのかですね。まだ、中華民族の精神の損なったり、中華民族の感情を傷つけたりする。 品物あるいは言論の制作したり配布したり宣伝したり広めたりするもの例えばですねこの人の写真は中国では絶対かけられないですねこれやったら大変なことになる必ずこれを今回罰金の相手になりますねしかしこれはどうですかこれはマルクスエンゲルスレーリ,リンスターリンですねこんな人のものは あの実はです、ね、これも中国ではあの西洋からみんな西洋の人ですね西洋の人からこれはドイツの人でこの2つはロシアの人です、ね、けれども旧ソ連の人ですけれども彼らは確かに中国のです、ね、今中国がいろんなあ共産党にあの支配されて中華民族の文化が破壊されるんですけれどもこの4人の思想が生え、ね、たから破壊されるんですね。 ここですね。マルクス、レイリン主義、毛沢東思想、万歳と書いてあるんですね。じゃあ、これ、中国ではこの4人の人のその思想がずっと永遠に残るのかですね。これは実は中華民族の文化をですね、あの、破壊するものになるんですね。実は実際この、こ実際ですね、理論的ではなくて。 でもこれは多分罰金されないですね。またこれですね。これはお寺ですけれども、寺で何を変えたあるかです。寺はですね、仏教のものは中国の伝統のものですね。インドから入ったんですけれども、中国のものになっているんですね。しかもその前も中国にもですね、仏教はなかったで,ですけれども、仏を信じる人がたくさんいましたんですね。ただ宗教がなかっただけで。ここで何を変えたかというと、 中国共産党創立98周年の暖かく祝うですね、えー、中国共産党はあの西側からもので北からもので西洋から来たもので中国といかなる関係もなくまだしかも中国の,その伝統的な仏教とか道教とか破壊するものですだからこれは確かに中国の その伝統文化を損なうものです。まだ、ここもですね、まだこんなものがたくさんあるんですね。何を変えたかというと、ここですね。これもお寺です。お寺ですけれども、ここに何が変えたかというとですね。愛党、愛国、愛人民、軍隊、愛教、祖国、統一、用語ですね。愛党ということが共産党を愛する。ー何かというとですね、仏教に お,あのお嬢さんとか二うさんにですね必ず愛と強制的に共産党を愛させるこれはさっき言ったあのその法律ですね強制的に他人に中華民族の,しあの文化を損なうようなものを服装を着せたりするものは罰金されるですねこれは正真正銘の 無理やり強制的に、仏教に共産党を愛させるんですね。これは罰金されるはずですけれども、おそらく今回これは、ね、罰金されないと思いますね。この法律が本当に有効になった後も。だから、このようなことが曖昧なことだですね。まだ具体的に被害者ですね。被害者は何かというと、ここでは中華民族ですね。中華民族というものは実際は世の中ないです。 아, 한민족고, 어노, 조선 민족고, 몽골 민족고, 만민족고, 이란 민족은 일본 민족고, 독일 민족고. あるんですけれども、いろんな民族があるんですけれども、中華民族はないです。こんな民族中国では56民族があるんですけれども、中華民族というものがないです。中国人はですね。身分証明書に必ず民族を書くんですね。だから、その中に漢漢族とか蒙古蒙古族とかですね。書くんですけれども。中華民族はないです。で、中華民族といえば何かというと。 私、調べてみた,たんですけど、インターネットではこのように解釈しています。中華民族とは、中国の国籍を持つすべての文化的集団をうう統合した政治的うう共同体を表す概念である。これはとても抽象的なものです。 中国国籍を持っているものは中華民族ですね。日本人もこれからですね、中中誰かが中国の国籍を持ってば中華民族になりますで。台湾人はですね、中国の国籍を持っているのいから、同じく漢民族ですけれども、それは中華民族ではないです。この概念から見れば。だから中華民族というものは、 実際には存在しないものですね。これは実はですね、この下まで説明してみましょう。どんなものか。現在の中共は漢民族のほか、蒙古族、えー、満州族、チベット族やウイグル族などの少数民族,民族も中華民族を構成する民族として含まれているんですね。このように考えてみます。だから中華民族ということは、 実は共産党が自分の中間民族というのと同じです。だから、ここですね、具体的な被害者は中華民族というものがないですけれども、実は共産党ですね。えー、例えばですね、ここ。 ここでは中、中共はですね、モンゴル族とか、満民族とか、中華民族としているんですけれども、モンゴル人に聞いてみてください。自分が中華民族が認めないです。もしこの概念から見ればですね、3、5年前に中国共産党習近平がですね、モンゴル語の使用を禁止してたんですね、学校の教育を。 えー、モンゴル語の授業のほかには他の授業は全部中国語であるよと言ったんですねだからそのためにモンゴル人がですねモンゴル民族が民族心がつあの傷つけられとたと民族感情が傷つけられたとですね全世界のモンゴル人が抗議して日本でも800人以上のモンゴル人がですねデモをやったことがありますするとこの法律が実行されると 共産党です。習近平ですね。罰金されなきゃいけないです。交留されなきゃいけないです。でも、絶対そんなことはないです。なぜかというと、モンゴル人の民族感情は、中華民族の民族感情ではありません。ということです。 だから中華民族の感情ということは、さっきも言ったんですけれども、中国人1人、2人が感情を傷つけられると、それが中華民族の感情を傷つけられると言わ,言われるのかですね、さっき言ったんですね。しかし、習近平がです、ね、あの感情を傷つ,けたら傷つけられたら、それは必ず中華民族の感情がつけられたと判断するんでしょう。 まだですね、被害の、被害者の具体的な被害部位と被害状況ですね、これもないです。ですね。えー、中華民族の精神や感情ですね、精神と感情はどこあるんですがないでしょう。 傷つけたことがないどこから病院から見てもないし、あのどこから、ね、あの見え目で見えないですねあの。医療機器でも検査してもこれは出てこないものですね。だから非常に曖昧なことです。例えばですね、本当に中華民族の精神が、ですね文化が傷つけられたとすれば、この人ですね、孔子。孔子の思想は人、義、礼、智、信ですね。これは日本人も知っているんですけれども。 共産党は公使を批判しているんですね。これは、正真正銘の中華民族の,その文化を損害する、損なう行為です。しかし、中国共産党はこれは犯罪ではないと、必ず判断するんですね。まだ中央の思想。えー、これはあの日本人もですね、原八部とかその中央の思想があるんですけども、中国も同じです。しかし、 えー、中共は何をするんですけどなんかあの戦狼外交ですね。戦狼極端的なことをやるんです。これは中華民族の思想と全然違うんですね。だから中国共,共産党が戦狼外交をやっているため、全世界が中国人の反対を恨んでいる,いるんですね。これは本当に中華民族のその感情を傷つける行為です。戦狼外交ですね。しかしこれは この法律が実行されたから有効になってから、このような人が処罰されるのか見てみましょう。 えー、これに対してね、だからこんなことがあるから、いろんな法律専門家が、ね、反対するんですね。例えば、刑法学の,その専門であるですね、教授ですね、聖華大学の老頓燕教授、ロートン頓燕教授は何を言ったかというと、中華民族の精神を損なったり、感情を傷つけたりするという文献は極めて曖昧だ。 権力の乱用が生じやすくなると指摘しました。これは当たり前のことです。共産党今です今、ね、今後、あの中華民族の文化を損なったとかです、ね、中華民族の感情が傷つけられたという名目で、いろんな外国人の含めて、中国人も含めてです、ね、すべての人を勝手にです、ね、逮捕したり、罰金するしたりするんですね。 まだですね、加藤西方大学の憲法学の教授は、中華民族の感情を誰がどのような手続きで決定するのか、法治主義のもとでは、ほぼ運用不可能な大問題だと指摘しました。 確かにです中国では本当の法律の専門家たちはみんな知っているんですね。このような法律があの有効になったらです、ね、必ずこの権力の共産党の権力の乱用ですね。で かて、そこは必ず出てくるんです。今も権力乱用ですけれども、今後はまたですね、もっと激しくなるんでしょうだから、聖火大学の先生はですね、権力の乱用を指定してありますし、またですね、えー、加藤大学のその教授はですね、誰が決めるのか言ったんですけれども、これはやっぱり共産党がですね、自分の好き嫌い、必要によって決まるんですよ。これは私の判断ですけれども、 えー、この法律が実行されるってですね、有効になるとですね、すべての外国のものがあの犯罪の,その対象になるんですね、犯罪者になるんですね、あの批判されることになるんですね、例えば服装、食品、電気、製品、自動車、文学、映画など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 ,など、すべてのものがですね、 の必ずでですすねあの排斥されるんです例えば和服,和服は言うまでもありません。日本人これからですね気をつけてください。中国に行って和服を着,着らないでください。またテスラの,の電気自動車。なんでこの自動車がですね中国民族の,その感情を傷つけるものになるかというと,言うとテスラの電気自動車が売られたため中国の国産の自動車が売れない。 だから、そのような企業の人たちがですね、感情を傷つけられる。だから、これらの人はですね、中華民族の代表になります。境内、天皇とかクリス、教もですね、みんな批判されるんですよ、これから。罰金されます。すべての、つまりすなわちすべての共産党思想を反対する者はですね、あこのあ法律に従って、あのー これがですね大きな問題だからこの法律が実行されると権力の乱用ですね乱用されるんじゃないかと法律の専門家だけではなくてです、ね、いろんな あーソーシャルメディアの,その評論家あるいはですね作家とかその人もですね文章を書いてインターネットで、えー、公開していますこれがですねあの中国であの処罰法ですね治安管理処罰法があの改,正改正されるとこれからどのような問題が発生するのかというものをに対して懸念を表明する主な原因です 今日の話はここまでにしますご視聴ありがとうございました